どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。はい、2週間ぶりですね。初恋の悪魔、第7話ということで、先ほどね、終わったばかりで、もう取って出しですね。いつも視聴直後の、まあ、感想動画というか考察動画といつもなっておりまして、まあグダグダね、台本もなしに喋りますので、最後までお付き合いいただけたらなと思います。はい、本当ね、2週間前だったので、かなり内容の方もね、前話を、前の話がどんなんだったか今一つちょっと覚えてなくて、僕結構ね、記憶があんま続かないタイプなので、2週間を置いてかれちゃう、置かれちゃうとね、先週は24時間テレビだったんですよね。あれ、もうあれから2週間経ったのね。はい、ほんと2週間なんてあっという間ですね。で、今ですね、非常にね、楽しみになっております。はい、というわけで、毎週毎回恒例ですね、視聴率からまず見ていきましょうかね。ということで、もう毎回言ってるんですけどね、この夏のクールのドラマは非常に視聴率がね、悲惨なことになってるんですけど、初恋の悪魔ね、最初 6.6 からスタートして、まあ視聴率ね、低視聴率スタートだったんですが、そこから一気に落ちて 3.9 になり、3.8 になり、いや、これもしかしたら打ち切りなんじゃねえのってところからですね、どういうわけか 5.2 に伸びたんですよね。いきなり、5.2。で、次、いや、これはなんかね、前番組がきっと視聴率が高かったから、その流れで増えたから、次回は減るかなと思ったんですが、なんとその 5.2 が維持されて、で、前話、6話がですね、4.9 とも若干落ちましたが、第2話、第3話よりは全然上にあるということで、で、今週がね、つい先ほど見たのが第7話、まあ、明後日にはね、月曜日にはおそらく視聴率がまた発表されると思うんですけど、さあ 4.9 から視聴率が上がるのか下がるのかですね。はい、というわけでね、まあ、個人的にはね、今一番僕の中では一番楽しいというか面白いドラマになりつつあって、でなおかつ、いわゆる考察ドラマとしてもですね、途中まではこの初恋の悪魔、あんまり考察しがいのない、ドラマ、話がずっと続いてたんですけど、前回あたりからですね、一転して急に、考察しがいのありそうな、ミステリードラマに様変わりしましたね。はい、純愛ディソナンスと全く逆パターンで、純愛ディソナンスはね、最初これなかなか考察しがいのあるミステリードラマになるんじゃないかと思ったら、今や茶番劇で、で初恋の悪魔はどちらかというと最初ちょっと茶番劇っぽかったんですけど、今はね、結構なんか手応えのありそうな、歯応えのありそうなミステリーパートに入っているということで、で予告編がね、次回の予告編も流れていたんですけど、次回あたりから最終章スタートって書いてあるんですね。ただ次回最終回とは書いてないので、今日7話で8話、まあ、10話まであるとすると、8話、9話、10話の3話が、まあ、最終章ってことになるんじゃないかなと思います。はい。そしてですね、第7話、はい、不穏なところからね、不穏な動きから始まりましたよ。殺人現場、殺人ですね。前回、確かこう、死体が映って終わりましたよね。また殺人事件が起きたのかと。はい。で、僕はてっきりね、また中学生殺人、森園が今ね、追っている中学生殺人っていうのがあったんですけど、それかなと思ってたんですが、中学生じゃなかったんですよね。今回は大学生でしたね。大学生が殺されて、森園の中では、5年前と3年前の事件に続いて、これが3番目、第3の殺人事件だと言ってるわけですね。3年前は誰だったっけ？5年前は中学生で、3年前も中学生だったっけ？で、今回はなぜか大学生なんですね。で、刃物でめった刺しに刺されて、刃物で刺されている、刺殺されているわけですね。で、彼が言うには、彼が言うにはね、もう前回も言ってたんですけど、5年前と3年前の連続、まあ事件は、これは同一犯によるものであり、それぞれね、犯人が逮捕されて、現在服役中となっているんですが、まあ5年前のね、犯人は獄中死、まあ病死か何かで、刑務所の中で死んでいるんですよね。で、3年前の事件は、この阿波野リサでしたっけ、が、まあ、犯人とされて、それは、ね、積み木セスナの旧友なんですが、犯人とされて、
積み木セスナというか積み木セスナのもう一つの人格の旧友なんですが、犯人扱いされて今も服役中なんですが、森園はこの2件の事件は冤罪だと思ってるわけですね。だから今も調査を続けているんですよ。ちなみに彼は元弁護士で、3年前じゃなくて5年前の事件のその犯人の、いわゆる国選弁護人だったんですよね。はい、国選弁護人だった。で、いろいろとその犯人とやり取りをして、容疑者ですよね。容疑者、被告とやり取りをしている中で、彼は犯人ではないと確信したわけですよ。ところが、彼は、起訴されて、最終的には、裁判官の判決は有罪ということで、有罪判決が下りて、控訴したのかな？ちょっとそこら辺忘れちゃったんですけど、とにかく刑が確定して、ところが刑務所で亡くなってしまったと。で、3年前の事件は、別に彼がね、弁護しているわけではないんですが、阿波野リサっていう女性がですね、阿波野リサが、捕まって、今服役中なんです。彼女は生きてるんですよね。でも、森園は彼女がやったのではないと。で、この阿波野リサを追っていたのがですね、馬淵朝日だったんですね。はい。で、その馬淵、朝日が、この彼女を追っかけていって、その彼女に発砲したのかな、ピストルを。発砲した流れ弾が、積み木セスナに当たってしまったっていうね、そういう流れでした。で、ちなみに、当時の阿波野リサの担当刑事は、もちろんこのお兄ちゃんの、春日のお兄ちゃんの朝日だったんですが、この松雪もね、当時は担当県警の、今は署長なんですけど、今はこの境川警察署のね、所轄署の署長をやってるんですが、3年前はまだ県警の捜査一課の刑事だったんですよね。で、この阿波野リサを追っていたわけです。はい。もし彼が言う通り、阿波野リサが冤罪であるっていう、あるのであれば、彼らは間違ったね、犯人を捕まえてしまったということになります。大失態、警察の大失態ってことになるわけですね。で、森園は鹿浜とね、この話をしてですね、で、今回の事件も、おそらく5年前と3年前に連なる連続殺人だと。だから、今回ですね、一人の、女の子がですね、大学生の女子大学生が、女子大生が、容疑者として上がってるんですよ。だけど森園は、これは3年前と5年前と同じで、彼女は犯人ではおそらくないと主張してるわけですね。これは、このまま彼女が逮捕されて、有罪判決を受ければ、3年前、5年前と同様に、これは冤罪になるだろうと。つまり犯人は外にいる。その話をね、セスナ、セスナのもう一つの人格がそれを聞いて、やっぱりリサは無実だったんだって、言うわけです。はい。で、春日ですけど、春日は前回ね、いろいろあって所長をぶん殴ったことによって、しばらく自宅謹慎をしている。そこに、小島瑠香が訪れてきてね。またこの二人のやりとり、この小島瑠香とね、春日のやりとりってのは毎回面白いんですけどね。君に必要なのは睡眠とプライスレスな優しさだと、なんかわけのわかんないこと言って、膝枕を、春日に、春日を膝枕してあげるというね。なんだかよくわかんない。積木さんはどうして君のことを裏切ったんだろうみたいなことを言うわけですよ。そうすると春日はね、怒って、いや、彼女は、裏切ったんじゃないと。いつか、彼女は戻ってくる。彼女は二重人格だから、今の人格は、春日のことを知らないんですよね。でも、セスナという人格は、春日の恋人でもあるから、いずれ、こんなん出ちゃった。ごめんなさいね。いずれ、戻ってくるだろうと。言うわけですね。彼女のことを信じている。はい。だけど今現在は、今の性格は、鹿浜と、ちょっと恋仲関係にあるみたいなね。ちょっと恋の、三角関係、それぞれの人格によって、違う人を愛してしまっているというね。そういう流れになってるわけですよ。はい。セスナはですね、ただセスナは、この今の人格、現時点の人格はセスナじゃないんですけど、彼女は自分はオリジナルではないと受け入れてるわけですよ。自分の本当のメインの人格はセスナであって、私はいずれ消えてしまうだろうと。そうすると、鈴之助は、いや、そんなことを言うなと、言ってくれるなと。完全にね、鈴之助は彼女にマジ恋してるわけですね。でね、このね、セスナの、
このなんていうんだろう、この松岡真優さんでしたっけ、松岡真優さんのこの演技ですね、セスナの時と今の時も全然雰囲気空気もう顔つきも違うんだよね。もうなんか顔もね、表情、いやむしろメイクの問題もあるのかわかんないんだけど、もう顔が違うんですよね。顔つきが、顔が全然違う。でまとってる空気とか雰囲気も全く違うんですよ。さすがはこれ女優さんだとね、ちょっと感心してしまいましたね。セスナの時はちょっと やさぐれた感じ、言葉遣いも男っぽいしやさぐれた感じがするんだけど、今鹿浜と向き合ってるあのセスナはなんだろうね、清楚というか真面目な、こう凛としたちょっと美しい感じがするんですよね。美しいというか可愛らしいというかね。僕ねセスナの時の松岡美優さんあんまり好きじゃなかったんですけど、今のねもう一つの人格の松岡美優さんはねめちゃくちゃ色気があって好きなんですよ。で同じ人物なのにこうも変えられるってね、その人のまとってる色気とか何だろうね、もうこの湿度雰囲気もう全てが変わってるわけですよね。さすがこれ演じ分けられるって、さすがやっぱねすごい女優さんだなと感心してしまいました。はい。でね、今回実は大きな謎がありまして、最初に出てきたね大学生殺人事件で容疑者として、さ彼女の元彼で元彼女あ彼の元彼であるあこの大学生ね、望月くんっていうんです、望月蓮くんっていうんですけど、この望月蓮くんの元カノの女子大生が疑われているんですよ。で元カノはね桐生菜々美って言います。うん、で彼女はですね、元彼が殺されたにもかかわらずなんか TikTok でね、なんか陽気な動画を配信しているんですよ、うん、で恋人と写っていたりとか、まあそう過去するんで、周りの人たちはね、いや なんて不謹慎なっていうふうに思ってるわけですよね。うん、で彼女は、まあ、その元彼の、まあ、亡くなったね蓮くんとも TikTok 写ってたりするんだけど、最初の場面でこう死体が見つかった時に、服部渚が現場からネイルの残骸、まあ、要するに犯人が落としたのか誰が落としたのか分かんないけども、ネイルですね、ネイルの残骸を拾うんですよ。でこれ明らかにネイルがね女の子のネイルなんですよね。で TikTok 彼女のその桐生菜々美の TikTok を見ると、前の TikTok の動画と今の TikTok の動画ネイルが変わってるんですよ、うん、つまりそのネイルを落としてしまったんじゃないかというふうに、まあ、推測されるわけで、でまあその TikTok でね、彼氏が殺されて落ち込んでますみたいなね不謹慎な動画を流してカラオケで歌を歌っているっていうね、まあ、ちょっとね神経疑ってしまうような動画を流しているわけですよね。で、まあ、当然ねその動画を見て警察も彼女のことを疑うわけで、警察の捜査が入ります。まあ彼女は、署に連行されて、取り調べを受けることになるわけですよね、まあ、当然ね出してはもらえないと思います。でその菜々美がですね、まあ、証言するわけですよ。自分にはアリバイがあると、当時その死亡推定時刻ですね、望月蓮くんが殺されたとされる死亡推定時刻には一人でカラオケをしてましたと、うん、で一人カラオケなんですよ。だから防犯カメラにも映っているだろうし、まあ、店員さんたちもね店員さんも彼女の顔を見ているはずなんですよ。だけど防犯カメラには映ってないっていうんですね。なぜならそのカラオケ店は、その日のうちに防犯カメラを消去してしまうんだと。だけどこんなね女の子は見ていないっていうんですよ。でも彼女はですねそのカラオケで、同じ大学の彼女はテニスサークルに入ってるのかな、テニスサークルの、男友達、メンバーたちと話をしたと言ってるんですね。まあ実際確かに彼らはカラオケに行ってるんですよ、そのテニスサークルの男の子たちはね。だけど彼らが言うには、いやいや桐生菜々美とはそのカラオケでは会ってないと、僕たちはその時間帯にはもう帰ってますみたいなことを言ってるんですよね。なので完全に桐生菜々美アリバイもない、まあ、むしろ、ましてや嘘ついてる可能性がない、非常に高い、もうこれ犯人じゃねえかと、まあ、警察はもう完全に黒と、
もうほとんど黒とね、認定してるわけですよ。断定してるような感じなんですね。で、そのことを鹿浜がですね、森園に、まあ、報告するわけですよ。森園は、いやだから鹿浜ね、森園にそれを報告して、もうそうなるとね、彼女がもしこの事件の犯人であれば3年前と5年前の連続殺人にはありえない。もし彼女が3年前5年前犯人だとしても年齢考えたらありえないよってわけですよね。今大学生だから、高校生とか、中学生とかに彼女がそんなことをしでかしたのかって話になるけど、まあさすがにそれはありえないでしょうと言うんですよね。それに対して森園は、だから今までと同じなんですよ、彼女は犯人じゃない、彼女は犯人ではない、冤罪だって言うんですよね。明らかにどの事件も3年前5年前、そして現在どの事件も明らかに怪しいとされる容疑者が出てきて、みんな犯人扱いされて、まあ、裁判では有罪判決受けている。今回もそれじゃないかと、要するに犯人の手のひらの上で全員がね、警察も、みんな被害者もね、容疑者も被告も、踊らされているんじゃないか。これはつまり冤罪だと主張するわけですよ。はい。で、今度ね、久しぶりに小洗い先生出てきましたね。前回なんかここ数回小洗い先生出てこなかったんですけど、なんか急にね、小洗い先生が出てきて、別にね、重要なシーンじゃないです。小洗い先生がね、春日がやってきて、まあ小洗い先生とちょっと会話するんですけど、小洗い先生はセスナがね、二重人格であることはどうも知らなかったみたいなんですね。だから全然、春日がそのことを小洗いに告げて、まあ、初めて小洗い先生はセスナが二重人格だってことを知ったんですよ。まあ、あんまりね、重要なシーンではないんですが、なんかね、ここに来て急に小洗い先生が登場してくるところはね、ちょっと僕個人的には気になっているんですよね。なんでかというと、なんとなくなんだけど、全然根拠も何も分かんないんですが、なんか小洗先生犯人説僕の中では強いんですよね。やっぱり田中優子っていうね、役者さんね、やっぱりある程度犯人っていうのはそれなりに目につくっていうかね、インパクトの強い人を犯人にしたいので、それなりの女優さんとかね、俳優さん持ってくると思うんですよね。なんか田中優子ってうってつけのような感じがするんですよ。で、こんな柔らかい顔してて人を殺しそうもないような、むしろみんなをね、癒してあげるキャラクターですから、そんな人間が今回の犯人だったってなると結構衝撃が大きいと思うんで、まあ、動機とかね、手口とか一切わからないんですが、なんとなくですけど僕はこの人が犯人じゃないかなと思ってるんですよね。で、殺された3人、まあ、今回大学生ですけど、まあ、きっと小洗先生には子供か誰かがいて、家族がいて、その3人によって、まあ、もしかしたら、自殺に追い込まれたとかね、何かこう悲劇が、彼女にとっての、家族にとってのね、悲劇が起きてて、その復讐のために、まあ、殺しているみたいな感じなのかなって、まあ、なるべく疑われないように時間を置いて殺している、のかなとかね、思いましたね。ただ、そのたびに冤罪が生まれているんでね、それについてはどうなのかって話なんですけど、まあ、冤罪も計算済みなのかとなると、もしかしたら小洗先生にとって、まあ、丹野リサとか、今回の女子大生とかね、もしかしたら彼らも小洗先生にとっては復讐の対象なのかもしれないですね。殺した、子供、中学生や大学生ももちろん復讐のターゲットではあるんだけども、それと同じぐらいに、丹野リサとか、今回の女子大生も、で、あとこの森園がね、国選弁護人を担当した、もう亡くなっちゃった男性も、もしかしたら小洗いにとっては復讐するべき対象で落とし入れられたのかなってちょっと思いましたね。まあ、そんなうまくいくのかなってところもありますけどね。はい。そして、春日とセスナの会話になるんですけど、2人で会うんですが、まあ、セスナはね、春日のことやっぱり全然分かってないんですよね。まあ、記憶がこう、なんて言うんだろう、人格が変わると記憶は引き継がれないので、セスナではない今の人格は春日が誰なのかよく分からない。ただなんとなく自分はどうもセスナの人格でいる時にあなたと付き合っていたんですよねって、どのぐらいの関係ですかっ
って、まあまあ、春日は、それなりに深い関係でした的なことを言うわけですけど、ただ、そうなんですか、ただ現状、あなたを見ても、何とも思わないっていうか、すみませんと頭を下げる。まあ、ここら辺のね、ちぐはぐなやりとりは、さすが坂本雄二監督、脚本家坂本雄二ですよね。ここら辺の演出、会話劇が、まあ、毎回毎回抜群に面白いんですよ。そして、彼は見つけるんですね。テーブルの上。まあ、この辺、今、セスナがいるのは、鹿浜くんの家なんで、鈴之助の家なんですけど、今、この二人がね、恋人関係にあるんで、彼の家にいるんですが、まあ、テーブルの上にね、お兄ちゃんのね、この朝日のお兄ちゃんのスマホを見つけるんですよ。で、それを取ろうとすると、セスナに奪い取られちゃう。なんであなたがね、俺の兄貴のスマホを取っているのかって、持っているのかって言ったら、彼女は、いや、それはね、あなたのお兄ちゃん、朝日から私が奪い取ったもんだと。なぜなら、リサに罪をかぶせて殺そうとしたからって言うんですよ。いや、そんなことはないって言うんだけど、まあ、朝日がね、まだどういういきさつだったのかはわからないけど、もしかしたら、雪松にそそのかされたとか命令されていたのかもしれないけど、まあ、要は丹野リサを追っていたわけですね。で、丹野リサに向けて発砲した銃弾が流れ弾となって積み木セスナの肩に当たったっていう流れで、で、まあ、彼からスマホをね、この時はもう多分人格が変わっていたんでしょうね、朝日からスマホを奪ったという流れになっています。はい、ただまだね、そのスマホの内容がね、ちょっとわからないんですよね。何が隠されているのか、結構、重要なことが書かれて、隠されてデータの中に残ってるんでしょうね。犯人を指し示す何かが残っているのではないかなと思います。はい、まだわかりません。で、まあまあ、そこにまた鈴之助が登場してですね、で、まあ、春日はね、セスナに戻ってきてほしいと言うんだけど、まあそこにこう間に入ってね、鈴之助は春日にもうこうなったらね、今の現状を理解して受け入れてほしいと頭を下げるんですよ。今ね、セスナ、彼女は僕の恋人であり、あなたの恋人ではないんだと。今の人格は僕の恋人の人格であるから、今はもうとにかくそれを受け入れて身を引いてほしいと頭を下げるんですよね。今までになかったこう鈴之助、だんだんこう恋に目覚めてる鈴之助くんっていう形になってるんですけど、まあ意外とね、男らしい一面を持っていると。それに対して気の弱い春日くんは、まあなんていうか、すぐに受け入れちゃうんですよね。わかりましたとね。だけど、まあこの流れからいくとね、またね、セスナの人格に戻った時、この3人のね、三角関係がどうなるかっていうのは、これはまたなかなか楽しみですよね。はい。で、で、今度ね、鹿浜と森園と、鹿浜森園、このセスナの3人だけの話し合い、3人だけの、まあ、シーンになるんですけど、スマホはね、所長に頼まれてスマホを探していたと。まあ、言うわけですね。所長に頼まれて。これ、春日は言うには、所長に頼まれて、スマホを探していたと。まあ、どうもなんかちょっとね、ここに来て、雪松怪しいぞっていう雰囲気が出てくるんですよ。で、なおかつ、所長はですね、最初5年前の事件の担当刑事だったってことですね。つまり、一連の事件にどうも彼はね、何らかの形で、関与している。だんだんね、今回ちょっとこの雪松怪しいぞ感がね、かなり出てきてます。なんだけどね、なんか僕はね、まあさすがにこの時点で雪松をね、黒幕というか、真犯人に酔わせるっていうのはちょっと、まだ第8話、第9話、10話あるから早いと思うんで、まあ何らかのミスリードではないのかなっていう。しばらく雪松犯人に思わせておいて、最終的には違う人物っていう風に持っていきたいのかなっていう、まあミステリーの王道ですよね。ここら辺で怪しい犯人が出てくると大抵ミスリードですからね。で、今度ですね、桐生七海のネイルというか、まず警察署の方で、桐生の自宅から凶器が出たっていうんですよ。はい、凶器が出たということで、桐生七海の犯人が、まあ桐生七海が
犯人であるということがほぼ確定、警察的には確定してしまったわけですね。自宅から凶器が出たと。ここ重要ですよね。自宅から凶器が出た。はい。で、ハルヒはですね、その後ですね、まあ、前回雪松殴っちゃったんで、警察クビになっちゃいました。はい。でね、ルカはルカで、鹿浜のとこに行って、もうすべてを失っちゃったんだし、セスナをね、ハルヒに返してやってくれと頭を下げるわけですね。まあ、結構ね、ルカはハルヒ思いなんですよ。で、森園は、ますます、雪松に疑惑の目を向けているというシーンがちょっとだけ挟まれました。今回ね、萩原みのりさん出てこなかったですね。結構好きな女優さんなんですけどね。はい、そして今回ね、久しぶりに、前回なかったんですけども、第8回自宅捜査会議が開催されましたということで、で今回はですね、桐生菜々美が本当に犯人なのかっていうことをみんなで推理する。もちろんね、いつもと恒例、現場の模型も出てきます。そして今回現場はね、殺人現場ではなくて、桐生菜々美がアリバイがあると主張するカラオケ店なんですよ。で、カラオケ店には防犯カメラがまず映ってない。彼女がね、そこの時間に確かにその店にいたという防犯カメラがないんですね。なぜならその店はその日のうちに防犯カメラを消去してしまっているんですよ。はい。で、なおかつ、大学生たちですね、テニスサークルの知り合い、彼らは、南はね、桐生南は彼らとそのカラオケボックスで会話をしたって言うんですが、サークルの連中はいやいや会ってないと、知らないって言ってるんですよ。さあ実際に本当どうなのかということを、模型を使ってみんなで捜査が始まります、推理が始まります。でこのね、桐生菜々美ちゃんですけどね、なかなか可愛い子ですね、この子ね。でまずはカラオケ店でカラオケを歌うところから始まるんですけど、1曲目甘い天城越えなんですよね。で2曲目もね、なんか演歌なんですけど、この子ね無駄にうまいんですよ天城越えとかちょっと渋い曲歌うんだけど、また無駄にうまいところがね、これ面白いですね。こういう演出、このドラマこういう演出うまいよね。こうどうでもいいとこで薬と笑わせてくれるっていうね。で、そっからですね、彼女はトイレに行く途中、大学のテニスサークルの知り合いたち5人と会うんですよ。まあ彼女はそう証言しているんだが、その5人は桐生とは会っていないと証言している。でなおかつお店のスタッフも、そうだと、その証言を裏付けてくれるんですね。これどう見てもね、これどう見ても菜々美ちゃんにとっては分が悪いと。でそのタイミングで、彼女が言うには、そのタイミングでカラオケの部屋に戻ったら、個室に戻ったら、殺される前の望月蓮くんからメッセージが来る。今から会えないかなって、今から家に行っていいかみたいな感じでね。これは彼女は別れ話だと。もう、これは別れ話をされるんだろうなっていうことで。まあいいや。別に、別れたら別れたで、また別の人と付き合えばいいやぐらいの、気持ちの切り替えはできていたと。で、彼女はカラオケを出て家に帰るわけですよ。で、そこで、望月蓮くんが来るのをずっと待っていたんだけど、いつまで待っても家には来なかったと。当然です。殺されていましたからね。はい。で、この一連の流れをですね、彼らは細かく検証していくんですよ。で、いろいろと彼らはね、大学生の彼らは、いろいろね、証言するんですよね。桃のお酒を飲んだんで、ちょっとアレルギーが出たとかね、あとミラーボールに頭ぶつけたとか言うんですけど、ここら辺が彼らのね、証言の矛盾点になるんですね。まず、桃のアレルギーが出たっていうお酒が、メニューの中には入っていなかった。そして、彼らの部屋には、ミラーボールはなかったんですよ。つまり証言に矛盾点が出てきている。で、彼らですね、テニスサークルだったけど、なんかラクロスを始めたみたいなことを、一応これ菜々美の証言なんですけど、彼らはなんかラクロスを始めたみたいなことを言っていたと。でも
その5人はね、警察の取り調べでは、いや、そんなことは全然知らない、そもそも彼女とは会っていないと。で、ラクロスサークルっていうのが、じゃあ大学に、彼女の大学にね、存在するのかって言って調べてみると、なんとラクロスサークルなんてないんですよ。彼らはテニスサークル、テニスさんなんですね、テニスサークルなんだけど、ラクロスサークルなんていうのはないんですよ。またも彼女嘘をついたのかと思って、もうちょっと調べていくと、いやいやいや、実はですね、この大学には付属高校がありまして、その付属高校にラクロス部があるんですよ。で、そのラクロス部も部員たちっていうのは結構若い、まあなんていうか、こう高校生たちがいて、同じ日に、高校生がですね、女子高生たちが、カラオケ行ってて、その動画が出ていたのかな。うん、ここで類推されるのは、どうもこの大学生たちはその女子高生たちとカラオケ店で、一緒に遊んでたんじゃないかと。その際にお酒を飲んだと、飲酒をしていたんじゃないか。つまり大学生たちからすると、高校生だと分かって飲酒をさせていた。で、店側も彼女たちが高校生であることをしながらお酒を振る舞った。大学生としても、お店側としても、これが世間に知られたらとてもまずいことになるということで、保身ですよね。それらを隠蔽するために桐生の証言、アリバイ証言を否定したっていうのが、まあこのね、4人の打ち出した、まあこの推理になるわけですね。はい。で、なんでそんなことを、まあ結局流れとしてはね、まあ結局なんでその女子大生が疑われたかっていうと、まあ SNS にね、動画、TikTok に自分の彼氏が殺されたというのに陽気な動画を上げていたりとか、まあ、いわゆる不謹慎な動画を上げて品種を買っていたわけですよね。なんかすごく楽しそうに歌を歌っていた。でもそうじゃないんだよね。結局 TikTok とかインフルエンサーとか、まあそうなんだけど、YouTube もそうなんだけど、あと Twitter もそうですよね。なんかみんな幸せそうな楽しそうな映像とか動画とか画像を上げてるじゃないですか。ニコニコ笑ったり、してるけども、でも実際映っているものと実際の本人は全然違う、本当の顔は全然違うんだよと、鈴之助は言うわけです。つまりそれによって先入観を植え付けられてしまった、こんな女だから元彼を殺すしても不思議ではないというね、先入観を持ってしまった。それによって警察も騙されたわけですよ。まあそれを言いたいわけですね。で、これもまたあれなんですけど、先ほどこのななみちゃんにね、桐生ななみがカラオケにいるときに、メッセージが届いたわけですよね。望月蓮から、今から A に行っていいか、ちょっと話があるんだ的なね。まあそれを見て彼女は A に帰って、望月蓮くんが来るのを待つわけなんだけど、いや、このメッセージを送ったのは時間的に犯人かもしれないと。まあスマートフォンね、指紋認証であれば、死体からね、死体の指紋から、セキュリティ解除することもできますから、解除し、ロックを解除して、それで、メッセージを送った、桐生ななみちゃんに今から会えないかと、まるで、望月蓮くんがまだ生きているようなふりを装ってね、メールを送ったんではないかっていうのが彼らの、推理なんですね。はい。まあ、その後ね、捜査会議が終わると、またちょっとこの3人のね、恋のバトルが始まるわけですね。春日ちゃんに、春日はね、セスナに向かって、まだセスナのもう一つの人格に向かって、帰ってきてと、積木さんを返してくださいって、あなたがいるから、本当の積木さんが帰ってこれなくなったんです、出て行ってくださいって言うと、鈴之助が彼女をかばうわけですよ。さあ、まあこのね、まあこの三角関係、恋のバトルがね、まあ本格的に勃発したよみたいな。はい。さあ、ここら辺からね、あと次またね、所長と、森園のシーン、二人でいるシーンなんですが、商業しているんですけどね、まあいろいろと話すわけですが、まあ森園が言うんですね、人殺しには人殺しのルーティンがあると。で、3年前の事件も、雪松が、まあ、担当刑事だったことを指摘したんですよ。5年前の事件も雪松が担当だった。そして3年前の事件も雪松が担当だった。それを指摘するとね、ちょっと顔色変えたというか、
ちょっと怪しい反応を見せるわけですね。まあ今んとこ僕はこれミスリードではないかなと思っています。でまたね、小笑いのシーンが来るんですね。小笑いと春日で、春日はですね、小笑いのとこに行って、積木さんを取り戻したい、どうすればいいですかねって相談に行くんですよ。そうすると彼女はですね、セスナがまあ置いていった書き残しというか書き置きみたいなのを、彼に見せるんですね、春日に。でそこには春日へのメッセージが書かれていたんですよ。まだセスナの人格が書いた春日へのメッセージが書かれていたんですね。過去を掘り起こしてほしくないと、今を愛してほしい、私は今の自分が好きなのだ、私はいなくなるかもしれないけど寂しがるのはほどほどにしとけ、ハッピーエンドなんていらない、泣くんじゃねえぞアホのセスナより、みたいなね、まあ、ちょっとね、春日に、まあ、遺書めいた、自分が消えてしまう、自分の人格が消えてしまうかもしれないという、まあ、ある種遺書めいたね、メッセージをね残してて、それを読んで彼は号泣するんですけど、ここ結構ね、この文章なかなか、まあちょっとね全部紹介はできないんですけども、なかなか泣けるシーンでしたね。とてもいい文章だったなと思って、僕もちょっとねもらい泣きしそうになりました。はい。そして、ラストシーンですね、雪松のシーンですね。雪松が車の中で電話をするんですよ。もしもし京子、今から帰るところ。京子っていうのは誰ですかね、お母さんかな、あ、お母さんじゃない、奥さんかな。もしもし京子、今から帰るところ。そして、なんとか片付いてって言うんですよ。ん？そして、突然泣き出すんですね。泣き出して、やっと終わったんだって言うんですね。片付いた。その直前まで彼は森園と一緒にいたわけですよ。もしかして森園を殺しちゃった？どうですかね。まだ森園はね殺されないと思います。あと3話も残ってるからね。殺されてはいないと思うけど、やっと終わったって何が終わったんですかね。何をしたのかな。なんとか片付いた、一体何をしたんでしょう。そしてもしもし京子、京子とは一体誰。まあこのね、なんとなく奥さんっぽいんですけど、これはねかなり大胆な推理というかね、考察になるんですけど、積木セスナって二重人格だけど、実はもう一個人格を持っているのかもしれないですね。それが京子という人格であったら、雪松が連絡したのは、京子人格のセスナってことになるんだけど、まあありえない話ではないけど、ちょっとアンフェアな気はしますけどね、三重人格っていうのはね。ちょっとあれですね、ミステリーとしては三重人格持ち出しちゃうとちょっとやりすぎかなっていう感じはしますけどね。それにやっぱり箱庭感が強いっていうかね、全てこの中のこの狭い世界だけの中の出来事なんですよね。だけどまあ起こってる事件はまあこういろんな人が出てくるよね。この外の人たちが絡んでくるわけだけど、結局誰かにつながっていくみたいなになってくるとね、すごくまた箱庭的だなみたいなところはありますけどね。はい、どうなんでしょう。ただね、ミステリーとしてはかなりね考察しがいのある内容になってきましたね。ぶっちゃけ面白そう。はい、かなり面白くなってきました。どうですかね、次回これ視聴率どこまで伸ばせるのか。今いい感じになってるんですよね。まあ、視聴率といえばね、この六本木クラスがすごいですよね。六本木クラスしばらく低迷していたんですけど、 7.0 まで落ちて、そっからずーっとね毎回右肩上がりで今ね 10.2 まで来てるんですよね。これで初回の視聴率超えましたからね。はい、何が良かったのかな。まだこれ見てないんでね、僕第1話しか見てない、第1話までしか見てないんですけど、香川照之さん効果ですかね。そうなんだよね、香川照之さんってもうこれを最後にもうしばらくドラマとか映画では香川照之演技はもう見れないかもしれないですね。まあほとぼりが冷めた時にねまた戻ってくるかどうか、まあそれでももう5年10年っていうスパンで
戻ってこれないんじゃないかなと思いますけどね。もう CM 全部降板されちゃったし、 NHK はね、バッタのなんか虫熱あの番組も降板決まっちゃったわけでしょう。で、六本木クラスも、中止、お蔵入りとかっていうのも噂ではささやかれたんですが、まあ一応ね、まあそういうわけにもいかないということで、六本木クラスは一応ね、まあ放映はされたんですけど、まあ今回ね、香川照之さん出てたの見てないから分かんないですけど、多分出てたと思いますよ。編集が間に合わないからね。でも10話以降はもしかしたら香川照之さんのシーンはね、全カットされるかもしれないですね。声だけとかさ、全カットされるかもしれないですね。それは十分にあり得ると思う。まあでもね、この香川照之さんの件、まあちょっとね、初恋の悪魔からは話がずれてしまいますけども、まあさすがにちょっともう厳しいですね。無理で、僕は無理だと思うね。アウトだと思いますよ、さすがにね。最初はね、やっぱりこう結構女性って、被害を受けた女性とかってなんか不自然じゃないですか。こういうスキャンダルって、なんで今になってこんなこと言ってくるのとか、なんでこのタイミングでこんなこと言ってくるのみたいな、陰謀論みたいなまで考えちゃいますよね。今統一教会なんかがあるから、統一教会の話題をカムフラージュするためにね、まあ、結局スケープゴートとして、香川照之さんをスケープゴートにしてみたいなね、なんでこのタイミングでとかさ思っちゃうんだけど、まあただね、話内容聞いてみるとですね、まあこれはね、もうちょっとね、擁護しようがないというか、香川照之さんのやっていることで、香川さん実際素直に認めましたからね、やったことをね。まあてっきり僕はね、結構話持ってるのかなとか、まあ被害を受けた女性って、まあ、結構話盛り傾向あったりしますけど、でもまあなんか話聞いてると、香川照之さんはまあ概ね事実だと認めてますから、でそれが本当だとするとね、まあさすがにちょっとね、もう無理ですね。これはもうだってほぼ犯罪というか、もう性犯罪ですから、もう本来警察が動いてね、ちゃんと、まだ時効じゃないんだから、警察が動いて取り調べて、ちゃんと罰しなきゃいけない案件だと思うんですけどね。うん、まあ、もっとも女性の方がね、示談で、被害届出してないというか、取り下げちゃってるんで、まあ、取り下げるっていうか、被害届はもう出してないのかな、ちょっとわかんないんですけど、まあ、示談っていうことで、お金で、解決はしているんですよね、うん、だからまあそれをね、またマスコミに売ったとかなんとかって言って非難されてますけど、いや別に僕はね、これマスコミに売ってもいい案件っていうか、だってやっぱり被害受けてるわけだし、まあ示談でね、お金は確かにもらったけど、それはあくまでも裁判しませんよっていうね、警察に被害届は出しませんよっていう契約だからね。まあもしその示談の契約の内容にね、このこともすべて内密にするとかね、一切他言しませんっていう契約があったら、それはさすがにダメだけども、まあ一応彼女がそういうふうに出たっていうことは、そこまでの契約はされてないと思うんで、別に問題はないと思いますけどね。まあ何にしてもね、そんなもう本当ね、もう強姦とかもう完全に性犯罪ですから、これはね、もうちょっと擁護できないとか、許してはならない、許されないことだとは思います。本当はね、六本木クラスもね、まあ、ファンの方には申し訳ないんだけど、まあ、ちょっとね、なんかしなきゃいけないなっていうのはありますよね。やっぱり、なんだろう、作品には罪はないと思うけど、まあ、結局、そういうことなんですよね。芸能界とか、こういうのって、どうしてもやはり連帯責任になっちゃう、性質上、しょうがないんですよね。やっぱ CM とかがついたりするわけだから、イメージの問題。まあ映画とかはいいと思いますよ。映画とかはね。映画が公開されて、どうこうなるわけじゃないけど、やっぱりドラマはね、スポンサーのイメージとかもありますから、まあそうそうね、放映するわけにはいかないだろうなとは思います。これはもうテレビ局だってね、ボランティアでやってるわけじゃないから、スポンサーのイメージを守るためにも、お蔵入りにするっていうのはね、まあこれは別に間違ってないと思うし、しょうがないと思いますね。これ完全にもう、誰が悪いかって本人が悪いとしか言いようがないわけですから。まあ本人が慰謝料なり、損害賠償を払ってね、もちろん、それについて損害被った人全員に、フォローしていかないといけないと思いますけどね。
制作会社とかもお金もらったらちゃんとこの役者さんたちとか、被害を受けた役者さんたちとかね、本来ちゃんと出演したのに出演料が支払われないとかいうことがないようにはしてほしいなとは思います。はい、なんかこういう事件ってやっぱりちょっと悲しいですよね。まあお酒が入ったら何してもいいとかね、お金を持ってたら権力があったら何してもいいっていうのはもうそれは絶対に認めてはいけないことだと思うんで、まあこれ警察はねきちんと動いた方がいいと思いますよ。結局ここでなあなあにしちゃうと、まあ最悪大丈夫でしょってなっちゃうからね。そういう人たちはまたやっちゃいますから。あれと同じですよ、飲酒運転と同じで、もう飲酒運転って今さ怖くてできないじゃないですか。もうそれだけ世間の目も厳しくなってるし、警察の対応も厳しいから、やっぱり飲酒運転って怖くてできないですよ。昔はね、昭和の頃は飲酒運転なんて当たり前で、別にまあいっかぐらいの気持ちでみんなやってたんだけど、今絶対怖くてできないですもんね。それと同じでここちゃんとね厳しく取り締まれば、まあなんていうかな、抑止力はあるのかなと思いますけどね。はい、まあちょっとね全然違う話をして申し訳ないんですが、まあ初恋の悪魔がね、こう視聴率がね今後どうなっていくのか楽しみですね。僕はね今回またね面白かったんで、また伸びるんじゃないかなと思って、最終的には 7% 台か 8% 台まで行ってくれるんじゃないかなと思うんですよね。これねやっぱり見た人たちのね、僕もちょっとツイッターとかチェックしたんですけど、初恋の悪魔は視聴した人たちの満足度は多分おそらく今回のドラマの中では一番高いんじゃないかなと思うんですよね。まあ六本木クラスも結構ね、満足度が高いから視聴率が伸びてきたっていうのもあるんでしょうけど、そろそろ初恋の悪魔もそういうフェーズに入っていくんじゃないかなっていうことで、今後の視聴率がねとても楽しみだし、やっぱりね考察もなんかだんだんちょっと面白くなってきたっていうか、僕は小笑い犯人説をね、しつこく主張していきますけど、動機とかなんだよね、動機。まあ手口はともかくね、まあ彼女のアリバイなんて一切示されてないから、まあ彼女は何でもできるわけですよね。動機だよね。このずるいなと思うのは、小笑いのバックグラウンドが一切描かれてないじゃないですか。家族がいるのかとかね、どんな生活を今までして人生を送ってきたのかっていうことが一切描かれてなくて、まるで彼女から目をそらさせるかのようにしばらく小笑いさん出てきませんでしたからね。だけどこの最終章に入るあたりからいきなりまた登場し始めたでしょう。っていうことは犯人像、犯人、まあ真犯人である可能性、そろそろ真犯人である以上、真犯人であるのであれば、そろそろやっぱり出しておかないとアンフェアになっちゃうから、小笑いを登場させたタイミングで、雪松をスケープゴートミスリード要因に仕立てるみたいな今流れになってるんじゃないかな。明らかに今ね作者は疑惑の目をこの雪松にね向けさせようとしてますからね。もうだってね、伊藤秀明さんめちゃくちゃ怪しい表情してるじゃないですか。はい、どうなるんでしょうかね。というわけでね、めちゃくちゃ楽しみです。はい、以上ミステリー作家の七尾よしでした。